ご機嫌いかがですか。敷島会の皆さんありがとうございます。福沢さんありがとうございます。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。長谷川隆であります。本日は後期2677年後期2677年平成29年5月20日土曜日であります。君が代は千代にや千代にさざれ石の岩尾となりて苔の娘まで。古今和歌集に収められた和歌であります。謹んで申し上げます。今日皇位継承資格者の不足が将来皇室断絶の危機にあります。平成18年に皇族男子として悠仁親王殿下が誕生したものの、依然として皇位継承資格者の不足という問題は残ったままであります。今日テレビ番組や新聞マスコミではご存知のように、女性宮家の創設や女性天皇、女系天皇を容認するかのような報道がなされております。女性が天皇になるのみではなく、女性の天皇の子供が天皇になる女系天皇、女性天皇と女系天皇の違いについて報道し、旧皇族の皇籍復帰などによって男系継承を維持すべきとの報道はないのであります。この意図はいかに、この意図はいかに。皇室とはもともと代々男系で継承されてきたのであり、一度たりとも例外は存在しないのであります。天皇の正統性は歴史と伝統によってのみ保障されるのであり、もし女性天皇が即位すれば、神武天皇以来男系で連綿と継承されてきたとされる男系による皇統は断絶し、全く別の家系による天皇が誕生することになるのであります。このような女系天皇には歴史的正当性がないため、国民統合の象徴に足りえず、皇位は安定するどころか極めて不安定なものとなるでありましょう。男系維持の可能性がある中で、男系の維持可能性のある中で、歴史上一度も存在しない
女性に好意を移すなど絶対ありえないのであります。皇室の継承で何より重視されるのは血の継承であります。何より重視されるのは血の継承であります。それは一定の約束事を守ることで初めて守られたということになるのであります。私たち日本の皇室は天照大御神の子の血が父に必ず入っていることという約束事を守ることで初めて達成されるのであります。皆さん、男系継承を維持するための方法として皇籍を離脱した旧皇族を皇籍に復活させること、これ一つ。また皇族女子内親王および女王に旧皇族の男系男子から養子を取れるようにし、その方に皇位継承の資格を与えること、これ一つ。さらに断絶になった秩父宮、高松宮、この宮様の祭祀を伏見宮家の子孫である旧皇族の男系男子が継承し、宮家を再興する、この3つの方法が考えられます。したがって皆さん、政府は男系維持の皇室の伝統を維持するために旧皇族の復帰を検討すべきなのであります。国民の皆さん、天皇は男系男子でなければならないのであります。最近メディアによると、マスコミによると、軽々しく憲法に抵触するだろうと大バカなことを言ってるキャスターとやらの方がおられます。日本の伝統と歴史、何ら勉強してないのであります。ことに政治においては、近年にわかに日本国籍を取ったような方々が大きな声で、女性天皇が、女系天皇がなどと騒いでおります。断じて天皇は男系天皇でなければならないのであります。皆さん、お騒がせいたしました。敷島会の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。